あんだけやれるやつだと思わなかった。おまけにラムまで口説き落としやがって。おかげでこのザマだ。ラムが？二人はどうした？てめえらが何を企んでようが関係ねえ。何のつもりだ？ガーフィール、あなた何をそんなに怖がってるの？俺様の何を分かったみてえに。分かるわよ。だって私もずっといろいろなことを怖がりながら生きてきたもの。俺に、俺様に何も。でもあなたはその何かを本当はもう見つけてるんじゃないの？黙れっつってんだろうが！中途半端だなガーフィール。悪いな。家に上がるときは靴を脱ぐのに、人の心には土足でズケズケ上がり込むのが夏木家の家風だ。お前の母親はお前とフレデリカを置いて聖域を出た。お前は中で何をしてたんだ？自分を捨てた母親と母親を奪っていった外の世界が憎いから、お前は聖域を閉じたままにしたいのか？俺様は本当のことを言ってみろよ。俺は母さんに幸せになって欲しかった。俺たちの悲しさも寂しさもその幸せのために意味があったんだって思わせて欲しかった。俺に母さんを恨ませて欲しかった。変わるばっかが幸せじゃねえんだ。ハピール、正義を、みんなを、ばあちゃんを守るんだ。俺様にしかできねえんだ。俺様しか知らねえんだ。この分からずやが、お前を徹底的にねじ伏せて教えてやる。お前は優しい大バカ野郎ってことをな。シャーマーク。俺の土俵まで降りてこい、ガーフィール。これ、姉ちゃんの。くそ、なんで。ビビって自分の血に逃げるな、臆病者のビビリ野郎。お前どれだけ人をバカにしてんだ。俺たちは外の世界へ行く。カズの力を思い知れ。もっと他に言い方があんだろうや。いつだってどんな時だってやりたい、変わりたいとそう思った時がスタートラインだろうが。そうだろうガーフィール、そうだろうエミリア。そうだろうレム。